本気で都と戦うつもりなのかえ。無論だ。ノブセリーはお前たちが切った相手、賞賛もあろう。じゃが右京を甘く見てはならぬ。武士にとっては主君のために死ぬのは名誉なことなんじゃないの。詐欺だ。うわすごいね。これが都の手法なんだ。この村に何しに来た。この村を燃やす。グレンの炎は若の歓迎の炎となる。奴らが言うたこと本当か。本当に来ると思うだかに。都は女たちを返す。それでおしまい。神奈村にも行かないや。この村は変わった。ノブセリたちの武器を使うことを覚え、敵が現れた時なすべきことをなした。私が支配者なら農民のこれほどの武装を良しとしない。ならやるまでだ。田んぼさん守るためだったら俺たち戦うだよな。お目立つ都がどれほどのものかお前たち分かっているのか。どれほどのものってどれほどだ。都はかつての大戦で主力となった本丸型の戦艦なのだぞ。本丸ってあのでっけ船だか。そうだ。名も着てる。ひとたまりもね。今までやってきたことなんか何の役にもなったね。オド、またそんなこと言って。なすっておらたつばかり酒なめに。のぶせりやつけたで親玉が怒るなん無理ね。そんでも何でもやるすかね。おなずすんなら何かやってすんのがマスだで。本当に戦するだな俺たち。もうお仲間連れてこれねえだか。何？悪いけどお侍様一人じゃ心もとねえだで、ほれあの天将。先生はいらぬ。おしゃぶり様。なんだ。えらく刀に疲れたもんだって。作業は滞りなく、御あまるし様のお声あらばいかようにもならしゃりましょう。はあ、まったく手間ばっかりかかってしょうがないよね。侍も農民も。神奈村を消した後の土地いかがなさります。もちろん都が管理するよ。どこかの組主に貸し出して賃料を徴収するんだ。それは妙案。御あまるし様。ああ神奈村に送った先遣隊からの連絡が途絶えました。石膏によれば先遣隊は農民どもにやられたらしく、山と積まれた屍には無数の矢が刺さり火が放たれていたとのこと。なんと残酷だな。しかしこれで
大義名分はできましてあらしゃります。まあね、戦を覚えた農民は怖いね。穴ぐれだったな。ほら、お腹空いたです。まあ、またオンアマネス様なればすでに立ち寄られておるが、いつだ。一昨日のことだが、さてはご同輩、いずれかで我らの話を聞きつけたのだな。うん、御アマネス様より剣を焼く仕事を賜ろうというのであろう。急いだ方がよ。違う違う、俺らよ、アマヌシをぶった切りに行くのでござる。なんで、何がおかしい。いや、これはご無礼。あまりに突拍子もないことゆえ、つい神経。おもすれこと言うお侍様だな。笑うな。仏教は仏のふりをした悪党だ。口を。だってよ、こいつら。この男、血と壊れておってな。関わらぬ方が良いぞ。何？お。やい、勘弁。なんで本当のことを言ってやらなかったんだよ。言ったところで誰も信じぬ。俺の船じゃこれよく作ってな、腹が減ったらよくこいつでしのいだもんだよ。いやいや、ちょっとあれだが、中身はうまいんだぜ。確かにこれはすごい。どれ、一つご相伴に。兵さん、よく食えますな。いや、美味ですよこれは。そうですか。リキチ、村に持って帰れよ。痩せた土地でもよく育つぜ。神奈村の名物にしてくれよ。匂う。だから溶けまんじゅうだろ。おい、おめえらも食ってみろって。おっと、これは。浪人たちと野伏せりが切り合った後でしょうか。刀傷ではない。こりゃ手法でやられたんですよ。無様なものだ。うわぁ、でぇなこりゃ。平八、役に立ちそうなものはあるか。そうですね、これなんでどうだ。あ、でっけえのも欲しいんだろ。どうしよう。ですダメだなこりゃ。使えませんな。そう思うか。え、ゴロベイ殿、あなたが私をここへ導いてくれたのですね。おお、導かれたか。戦場に赴く前に最後の別れを告げようと思ったのだ。してみればすでに都の手の者が、これはもう導きとしか思えぬ。お侍様、キララは先生たちと一緒だ。あの子はあの若侍様さ追っかけていた
と思ったがの。三雲り様が？ばあ様、鈍いで。おから！何が知ってんな？三雲りの姉様の思い人は違うお侍だ。誰？どうだ？おそらく飛べますよ。よし、修復を終わり次第都へ向かう。はい、来た。なるほど、確かに第八車よりはこっちの方が早そうだ。切ることはできずとも足としては十分です。都は待ってくれぬからな。じゃあいよいよだな。天守閣に攻め込むのはさて何年ぶりか。こんな時五郎さんがいれば命売りますの一言もあるでしょうに。おう、売ってやるでござる。失らない貴様でくたばるのが本望手もんよ。お待ち、どうしたのです？お邪魔死ぬのやです。おいおい、今のはだな、つまりその男の心意気ってこった。おめえ残して誰が死ぬか。本当ですか？そんじゃこうしようぜ、こいつを預かっててくれ。これは俺様の侍の証だ。盗んだ家系図。盗んだんじゃねえ、拾った。あ、まあそんなことはどうでもいい。おめえは俺様を一等最初に侍って認めてくれた。だからおめえに俺の証を預かっててもらいてえんだ。必ず取りに戻る約束だ。分かったです。じゃあお茶間もおらと一つ約束するです。お、何でも言ってくれ。お茶間、おらが大きくなったらおらの婿になれです。ふぅ俺はこんななりだ。稲刈りもできねえ体だぜ。ほら、お茶間のこと大好きです。オラが食わしてあげるです。泣けてこら。本当にこんな俺でいいのか。おい、はいです。早くでかくなれ、小町場を。俺様はおめえの婿になるぜ。俺はお主、都へ行ったことは？御前の友で一度。装備は大戦時のままか？およそ。手記官はいかにするか。切り離せばいいんですよ。下手に撃沈させてしまったら、ここら一帯の土地は汚れて死にます。ということは兵さんの好きな米を育てる土地が消えると。ですね。米のためにも頑張らねば。手記官は兵さんに任せるとして、官兵衛様、我らいかに攻めます？果たして策は？ない。ないですか。今度こそ死が待っている。もう遅い、そなたは休め。お気遣いなく。ご用があれば呼んでください。いい子ですな。あの子を見初めた点だけは右京を褒めてやれますかね。敵が見えにくい時代になったものですな。あそこにいた頃は敵と味方がはっきりしていたのに。もはや刀で戦する時代ではないのかもしれん。利吉、修理が終わり次第夜明けを待たずして我らは出立する。女子たちを頼む。無事に村に連れて行くのだぞ。それがお前の務めだ。へい。
こっちは全部でけた。あとはどうすればいい。いや、できることは全てやった。これからは3交代で待機する。へい。私は橋向こうで物見に立つ。火球の檻は鳴子で知らせる。よいな。へい。もう行ってしまったわ。え？ほら、お茶間に行ってらっしゃい言ってないです。三くまり様は言うのを許されなかったわ。え？姉様、それどうしたですか？もうすぐ戦が始まるというのにこんなことで苦しむなんて甘えてますね。三くまり様、忍ぶと決めてきたのに愚かでした。綺麗事ばかり。そんなこと言ったら人を好きになったあなたの心がかわいそう。だって言葉にしたらもう止められなくなってしまう。次は体ごと伝えたくなってしまう。祈るです、姉様。絶対絶対戻ってくるって祈るです。私たちは三くまりの巫女、お祈りするのが仕事です。仕事を果たすです。あなたの言う通りです。小町。ベス、行け。された模様。これはまさに侍でなければ、刀でなければありえぬことです。侍？やはり手法を用いるのは危ういのでは。恐れながら、かつての大戦の折、この本丸を沈めることができたのは侍だけにございます。本気で喧嘩を売るんだ。しょうがないね。機械の侍よ。本当に僕の言うことしか聞かないの？お試し遊ばされませ。じゃあね、当て。よいよね、愚かだね。見てよ、あのバカ面。まことお見事にあらしゃります。農民だった頃は憎らしくてたまらなかったけどね。手なずければ可愛いものだね。たかが小さな村一つ、これほどの数は必要ありますまい。手加減しちゃダメだよ。
商いで妥協したら相手に舐められるばかりじゃないか。商売敵を蹴落とすと思えばいいんだよ。例えば直視を殺めたりさ。第一隊突撃。今まで虐げられてきた恨み、怒りを叩きつけろ。来やがった。ノブセリから奪った武器で思い知らせてやれ。いけないね。勝てねえ。あんなもんにどうしたって勝てるわけがねえ。御守様、後方より残艦刀。ああ、残艦刀。